アストム発見動画チャンネルの吉田アストムです。今日は私のお友達で磯脇義隆さんの研究室にお邪魔をしております。まあ、この磯脇さんはもうずっと若い頃からいろんなものを発明をされておるわけですが、その中のこの一つをご案内します。このカラクリアというふうに書いてありますが、どんなものでしょう。とりあえず私が見たところ、こういうふうにして軽く回るという特徴を持ってますが、これについてどうでしょうか。今ちょっとこの説明をしていただければありがたいんですが、はい、一応これはですね、はい、マニグルマっていうのをヒントに得て、手回しで発電できて、それとこのお店の宣伝になるように、道に置いてもコードがいらないし、そういう楽しいものができるってことで作りました。これはですね、じゃあこれはまあ本来夜用ということですかね。いや、昼も夜も関係ない、ね、昼も夜も関係ないですか。そのまあ、これはとりあえずこういう形ですか。和紙かなんかで紙で作ってありますけども、まあ、これがただの模型で、はい、模型でですね、大きくするにはこういう大きくなって、あ、向こうの方に大きなのがあります。だんだんこういう大きな回転して大きくなる、これはまだこういうふうに作ってる最中なんですけど、これが回転して、発電と全く一番最初のと同じあれですね。まあ、これはコードを使わないで、コードを使わないでどこでも宣伝できるということですね。そういうことを考えています。はい、これが作品というか、はい、発明品の一つです。はい、ご案内していただきました。ありがとうございました。